さあ、ついに大きい怒ったね。ワンイーな。まあ、うちはバンキやけどね。大きいはね。そのホットもうちはバンキやけどね。麻生もうちはバンキやけどね。天皇家もうちはバンキやけどね。なっちゃった。まあ、結局、その、いや、下手に出会ったな。その、日本が人権問題を尊重してきたと言えるのかと。原稿を慎むように強く望むとおっしゃった。かなり丁寧表現やろ。何も見てへんねん、うち。空で言ってるやろ。さっき見たとこや、記事。な。で、そんなもんやった、女子って。男子には結構こんなん苦痛やけど、女子はこういうの苦痛ちゃうからできんねん。な、男子もできるけど苦痛やからやりたがらへんねん、こういったこと。女子はさっき読んだばかりの文章。もう空で言ってるやん。な。あ、横にウィンドウ開けてんねんとかやめてな。それも可能やけど。そんな姑息なことせえへんねん、女子は。それも知らんやろ、男子は。だってリアルじゃないと、女子はやっぱり嫌がるかな、そういうことは。で、まあ、結局、大きにしてみればカンカンやったよね。だって、その、お調子者の習近平と違い、大きは危険な完璧主義者だ。だから奴を遅れてきたプーチン扱いにしてやれ。めっちゃ怒ってるね。ほんまええなって。お前のためやるな、本気ってことやろな。複雑な外交かましてんのにって。しょうもないこと言いさらしやがって。あ、失敗したポケがって怒ってるね、本気。日本語で。春名族は日本人ですってな、だから。な王って名字は行春運の、行春運やった、行春運の頃のな、まあ、中国初の名字いうかその漢字のな、漢字作ったうちら先住民やし、日本先住民やし。ね、春名族っちで送り込んで。で、オーディンの家のお辻家のね、その、長男の方が王になって、王気になって。王っていうのはその、ちまたって意味やからな。キングちみちゃうで。な、辻と同じ意味、王って。な、ワンって。うちはおつやろ。オーディンとオルデンみたいな関係やねん。わざわざ長男の方が文献になりゃって。ちょっと中国に専念するからって。駅橋を作ったもん、オーケー。オーディン。当時のオーディンが作って。な。で、そこからまあ漢字してもだんだん形成されていったけど、それも全部、日本先住民の一州である春名族が中国文明開いてんから。な。四大文明の一つもな。そうやね。その時代の、に分かれて、なんでそんなに顔似てんのじゃないで。な、お辻家は、その、島津に言われてん、要するに、足側から、お辻家以外と、さっき言ったかな、結婚したらあかんって言われたから。あ、そう、じゃあ、世界中のお辻家と結婚しとこう、と言って。だから、王家ともな、王家の家とも何回も婚姻してるわな。な、あの、江戸時代、などに。な。さてさて。ほんで、だから、お辻家自体世界的な家って言ってるやろ、ずっとずっと。な、意味分かってきたよ、だんだん。で、その、結局、尖閣。尖閣諸島っていうのが、その、日米合意、共同文書に、安保対象ってなってる。安全保障対象。日米のね、日米安保対象。日米安保大将って、その、裸の大将法律とか、その、田舎っぺ大将の大将ちゃうね。で、何してんねんやろ。やめろやろ。結局、その、国境のね、ちっこ島っていうのはね、絶対こういう時のためのね、外交装置やし、発火装置っていうか、その、宣戦布告装置っていうか、わざとあんな風にしとくもんやねん、もともと。昔から。そんなもんみんな知らんやろ。竹島もそう、尖閣もそう。わざとあえて残してんねん。どっちのもんかわからんに、あえてわざと書くねん、わざとらしく前の戦争終わった時点で。次こっから始めような、言うて合意して。ほんまやで。で、案の定そこで、スイッチ押しまくってねん、お互い。な、発火スイッチ。扱いの、扱いの。な、北地箱行く、そんな。火打ち石言うかな。そういう類やねん、実は、ちっこい島っちゅうのは。国境のな。ほんとやで。
忘れんといてな、これから。違う、忘れて。またちょっと。こんな覚え、みんな覚えてると嫌やしな、みんなな。筋も嫌がるでしょ。そんなみんな覚えてて嫌やって。発火装置でわざと置いとくね。前の戦争終わった時点で、どこをお互い置いとこうって。どっちのもんか分からんにしようって合意すんねん。例えば吉田しげると、集合前がそれで合意してんねん。ですよね。で、いよいよ、両者そこいじり始めてやろ。じゃあ、竹島の方があんまり言わんようになったやろ。で、東海って言ったり、日本海って言い出したり、米軍がお茶目なことしてるやろ。じゃあ、韓国は、やばい、これまずいいかんなーとか言ってまた竹島のことで言うやつ。いいですね。もう約束のように嬉しそうな顔して。あ、来たーって、竹島のこと言わなきゃって。大体分かってきたやろ、朝鮮人のこと。だから、かなりの藤原家って分かるよ、朝鮮半島も。怪しい中国ちゃうね。だから、わざとらしい。あざと言って、もう、言わいましいって、どう言ったらやろ。わざとらまんというか、どう言ったらクソわざとらしいって、どうぴったり言うよりが。ほんまに、どう言ったらやろな。ピタらしいってのピタらしい。ピタ、ピタリアソイと、ピタリアトイ。ピタリアトイ、これどうぴったりやな。ほんまに挑戦じゃん。ピタリアトイピタリアトイやな。あ、ぴったり。新しい言葉できた。ピタリア遠い。朝鮮人の喧嘩の仕方。ピタリア遠い。因縁の付け方。朝鮮人の因縁の付け方。ピタリア遠い。ピタリア遠い FF。な、だから言ったじゃん。っていうわけで、始まるぜ。きっと多分。で、ウィーユの方でもね、なんか、ちゃんやってるやろ。そのウィーユのことに関して、中国の外務省、まあ、王毅が文句言ってるわけにように。あんた、そんな、かっこいいこと言ってるけど、うんこを見ながらえらい言われるもんでんな、って。誰やで、うんこって。うちのことかよ、おい。